ワシントンポストは1889年にジョン・フィリップ・スーザによって作曲されたアメリカ合衆国の愛国的な行進曲。アメリカをはじめ多くの国でスーザの最も有名な行進曲の一つとして親しまれている。1889年、アメリカの新聞ワシントンポストのオーナーが市場で行われた作文コンテストの表彰式で使う。 行進曲の作曲を当時アメリカ海兵隊、楽団長であったスーザに依頼した。スーザはその依頼に答え作曲し、同年6月15日の表彰式において、新聞名と同じタイトルのこの行進曲を初演した。この行進曲は、かつては平凡な新聞であったワシントンポスト紙に名声と注目をもたらしたと多くの人は語った。この出来事から、 あるイギリス人のジャーナリストは、スーザのことをマーチ王と呼んだ。スーザは、ワシントン DC にある、ワシントンポストビルの一角において、ワシントンポスト紙と、アメリカ合衆国への貢献が称えられている。この曲の楽式は、更進曲形式で構成されており、同じスーザの代表曲である、正常期を永遠なると、同じく中間部から支部に戻らない形をとっている。 表紙は8分の6拍子で書かれている。第一旋律は有名で多くの人に知られており、荘厳で堂々としたテンポで演奏される。トリオでは、唐突な6つの8部音符が旋律を先へ進めていく。一風変わった、落ち着いた、移行部は、トリオ部の旋律のシンプルな変形となっている。それに続く1回目のトリオの繰り返しから、金管楽器の低音による対旋律が始まる。 ワシントンポストは最も演奏されたスーザの作品の一つである。コンサートやマーチングバンドなどで区別なく広く演奏され、また重要な曲として研究されている。曲のタイトルはザ・ワシントンポスト、ワシントンポスト・マーチ、また単純にワシントンポストなどと様々な表記がされることがある。これらのどれが正しいかを尋ねることは意味のないことかもしれない。しかし、 元の楽譜では二つの線の上にザワシントンポスト、マーチのように書かれ、それぞれにピリオドが付けられていた。またスーザの下の手書き楽譜は同様の形式になっていた。そして楽譜の表紙にも中央部に新聞の表紙の切り抜きを貼り付けた形でザワシントンポストと配置され、下部にマーチバイジョンフィリップスーザと書かれていた。以上のことは、 スーザと出版社がタイトルはザワシントンポストでマーチは更新曲であることの説明だと考えていたことを示唆している。この更新曲は1978年に大ヒットした映画アニマルハウスにも取り上げられた。ありがとうございます。